宮本徹君。日本共産党の宮本徹です。今日は、伊藤財務副大臣に、来ていただきました。私からもですね、この新型コロナ対応でこの間加算をしてきた診療報酬、それから介護の報酬、障害福祉サービスの報酬、まあ、これ9月末までなっているわけですけれども、これはですね、10月以降も継続すべきであるということを強く求めたいというふうに思います。今日朝からですね、もう自民党さんからも公明党さんからも立憲民主さんからも同じ問いが出てます。この委員会の総意と言ってもいいんじゃないですか。そうだという声も上がっておりますけれども、そしてしっかりとですね、財務省として受け止めていただきたいと思うんですよね。御党からも出たわけですよ。今ちょっと伊佐さん質問された方席外されてますけども、もうこんな第6波がある見えてるわけですよ。で、感染対策これからもしっかりやっていかなきゃいけないと、尾身会長からも田村大臣からもこの間累次の答弁があるわけです。そういう中で、これだけが打ち切られていくというのはですね、ありえないと、しっかり受け止めていただけますか。伊藤財務副大臣。ご指摘の新型コロナ患者に対応しない医療機関も含めた診療報酬等の特例措置につきましては、昨年末の財務厚生労働官の大臣合意におきまして、一つは9月末に一般診療等について廃止、小児の外来診療について縮小することを基本の想定としつつ、感染状況や地域医療の実態等を踏まえ、必要に応じ、柔軟に対応するとしております。財務省としましては、新型コロナウイルス患者の診療、治療に対する支援につきまして、さらに充実していくことは重要であると考えておりますが、いずれにせよ、大臣合意に沿って、厚生労働省と対応を協議してまいりたいと思います。今、先生おっしゃっていただいたとおり、本日、元委員会において、各委員の皆様方からご指摘いただいておりますことは、しっかり認識をした上で対応してまいりたいと考えております。宮本徹君。まあ、与党から野党まで、自民党から共産党まで出てるということをしっかり受け止めるという答弁があったので、しっかり麻生大臣には伝えていただきたいと思いますし、田村大臣も、自民党から共産党までこうやってやってるわけですから、一歩も引かずに頑張っていただきたいと、一言、決意をお願いします。田村厚生労働大臣。自民党から共産党までって、ちょっとよく意味がわからないんですけれども、それぞれ今日そこの質問席に立たれた政党からですね、そういうような要請といいますか、お考えを示されたということは非常に重いというふうに思っております。いずれにいたしましてもですね、しっかりと感染をそれぞれの医療機関、介護施設、また福祉施設、障害福祉施設、こういうところがですね、感染の管理といいますか、要するに感染を広げないような対応ができるための対応という形でやってきておりますので、そのような対応が取れるようにですね、しっかり財務省と検討してまいりたいというふうに思っております。宮本徹君。よろしくお願いします。で、2点目ですけども、抗体カクテル療法についてお伺いいたします。早い方が効果があるというのははっきりしているわけですけれども、医療現場の話聞いてますと、もうかなり早く症状が進行する方がいて、間に合わないというケースが結構起きているということを伺います。そういう点で言えば、本当に早期検査、そして早期治療というのをですね、徹底してさらに前に進めていかなければならないと思います。その点で一つはですね、やっぱり早期の検査を受けようというのをですね、やっぱり国民の皆さんにしっかり呼びかけると。そしてこれ医療機関の側もですね、もう本当にどんどんね、来た症状があった人はもうどんどん検査していただくと、こういう文化をですね、しっかり作っていく必要があるというふうに思います。が、2つ目ですけれども、感染拡大期はですね、検査結果が戻ってくるまでに1日半とか2日かかってるというような状況があるわけですね。ですから、検査能力を冬に向けてもっと向上していかなきゃいけないと思いますし、あとは重症化リスクが高い人が早く検査結果が伝わるようなこともですね、その民間の検査機関なんかとも相談して作っていく必要があるんじゃないかと。から3つ目にですね、検査診断が出ればすぐに抗体カクテルの治療につないでいくという点で言えば、病診連携が自治体ごとの単位で見ればかなり進み始めてきておりますが、この居住地外の診療所で検査診断、職場の近くのところで検査診断して、
という場合はですね、その居住地の保健所にですね、いろいろ報告が行くっていうので、抗体カクテルつなぐまでに、まあ、これ保健所まで相手に時間がかかるという状況があるわけですよね。ですから、この抗体カクテル療法ができる病院の情報をですね、やっぱり広域で共有していくということもですね、非常に大事だというふうに思います。それから先ほどあった往診ですね、これについても速やかに検討が、もう1ヶ月以上、ある意味、現場から出続けている要望ですから、検討して結果を出していただきたいと思います。いかがですか。田村厚生労働大臣。先ほど申し上げましたけれども、まあ、リスクの重症化リスクの高い方でですね、比較的症状の軽い方、酸素投与なんかをされておられないような方に対して、これは使っていこうということで、まあ、当初は入院患者でございましたが、今、外来、まあ、宿泊施設等々でもですね、スタートしております。で、そういう意味ではおっしゃられるとおり、なるべく早くということでございます。まあ、診療検査医療機関等々でですね、やはり抗原検査キットなんかも使っていただいて、まあ、検査をやっていただきたい、こういうこともお願いをさせていただいておりますならば、かなり早いスピードで、まあ、検査結果が出るということでございますし、合わせてですね、まあ、今9月2日に事務連絡を出させていただいたんですが、見ていただいた医療機関でですね、その後の健康観察でありますとか、場合によっては、まあ、往診等々も対応いただく、こういうようなお願いもさせていただく、まあ、もちろん結果は報告としてちゃんと保健所に報告はしていただかなきゃならないんですが、今、委員がおっしゃられたように、いろんな形でですね、医療機関と保健所の間で、なかなか連絡が取れずに、結果的にですね、その後の治療が遅れるというようなことも指摘をされておりますので、先ほど申し上げたようなことも、9月の2日に事務連絡を出させていただいて、まあ、言われる通り、なるべく早くですね、必要な方にロナポリーブを使っていただける、そういう環境を整えてまいりたいというふうに考えております。宮本徹君。ですから、自治体の中ではね、それぞれの医師会がちゃんとこの地域での抗体カクテルができる病院、ここですよってつなぐのは、もうかなり始まってるんですよ。問題はまたいでる、またいでる、東京なんかで言えば、多摩から都心に通って、都心のところで検査を受けた。その結果はですね、当然、都心の保健所に伝えられて、それが多摩の保健所に来てということになるわけですよね。そうすると、時間がかかるので、もっと広域に、ちゃんとですね、つながる仕組みをしっかり指示を出してほしいということを申し上げているんです。田村厚生労働大臣。さまざまな対応があるんだというふうに思います。今まあ、ロナップリーブ等々登録いただいている医療機関は3800ぐらいあると思うんですが、それぞれリスト化を今進めておりますので、医療機関等々で検査していただいて陽性と分かった場合にですね、そういう外来でのですね、投与をしていただいて、その後、まあ、もちろん行き帰りに関してはですね、感染拡大をしないように気をつけていただかなきゃならんわけでありますが、そういうこともできるような体制を今整えつつございますので、今委員がおっしゃられた点、非常に自治体をこう渡っていろんな移動がある場合に重要になってこようと思いますので、しっかりと我々もですね、そういう問題点があるということを踏まえた上で、検討されに、進めて 体制を整えてまいりたいというふうに思っております。宮本徹君。よろしくお願いしたいと思います。あと、初めに申し上げた早期の検査の呼びかけというのは、まあ、今日先ほど来警察の数の発表もありますけれども、検査も受けられずに亡くなっている方もたくさんいるというのが今の現状ですので、そういう点では本当に、ね、やっぱ症状があったらすぐ検査を受けようというのは本当徹底してですね、呼びかけていくというのが大事だと思いますので、はい、よろしくお願い申し上げます。それからですね、ちょっとこれ、もう来週閉会中審査あるかないかわからないから、申し上げておきたいんですけれども、まあ、この新型コロナの感染経路についてですね、まあ、エアロゾル感染が極めて重要だということを私、昨年から申し上げ続けてきました。まあ、尾身会長からもマイクロ飛沫感染というのは非常に大事だということが申し上げられてきましたが、しかしですね、厚生労働省はいまだに公的には主に飛沫感染および接触感染というですね、まあ、新型コロナの Q&A を書き改めようとしないわけですね。そして先日、加藤官房長官の記者会見でも、まあ、問われて主に飛沫感染および接触感染だというふうになると。これはですね、感染対策の誤解を与えるので、
直してほしいんですね。前正林局長だったときに、いや今直すために検討してるんだよって話をもうずいぶん前に聞いたんですけども、直らないままなんですね。ちょっとこれはですね、正しい感染対策を社会全体で共有する上で本当に不可欠だと思いますよ。やっぱり接触よりもそのエアロゾル感染、マイクロ飛沫感染がしたっていうことになっちゃうとですね、相変わらず学校なんかでも手洗いの回数を増やしましょうとかですね、こんな話がですねやって、もちろん換気もやってますけどもね、どこに本当に今中心を置かなきゃいけないのか。今日は長妻さんから CO2 モニターの提示もあって、私本当に、ね、感銘を受けました。1年間いろいろ言ってきて、こうやっていろんな方々からも取り上げていただけるっていうのは本当に嬉しい思いですけれども、そこはぜひ直していただきたいんですけども、いかがですかね大臣。佐原健康局長。お答えいたします。新型コロナウイルスの主な感染経路、飛沫感染および接触感染でありまして、政府としてはこれまで得られた科学的知見に基づき、5マイクロ未満の水分を含んだ粒子であるマイクロ飛沫による感染、いわゆるエアロゾル感染についても必要な対策をお示ししているところでございます。例えばアドバイザリーボードにおいても、室内の密集した、ね、主にっていうところが間違ってるんじゃないですかって言って、はい、主には何なんですか。はい、はい、現在ではエアロゾル感染も明記しまして、これまでの知見を記載しているところでございます。宮本徹君。いやだから主になんです。主には何なのかっていうところを治ってないじゃないですかということを申し上げているわけですよ。田村厚生まあ、短時間で尾身さんにもう一問聞きたいので。飛沫感染の中にマイクロ飛沫エアロゾルというものは基本的に入っているという認識ですが、今おっしゃられる通りですね、ちょっと国民の皆様方に誤解を招く恐れはあると思います。ちょっとこれ検討させてください。言われる通り私も同じ問題意識で、特にこのデルタ株になって、かなりそういうものにですね、まあ、以前よりもウイルス量が多く含まれるがために感染力増しているのではないかとおっしゃられる、そういう研究もあるわけでございますので、非常にこの換気は重要だというふうに思っております。誤解を招かないような表現の仕方、ちょっと検討させていただきたいというふうに思います。宮本徹君。いわゆる飛沫感染というのにはやっぱり入らないです。エアロゾル感染とかマイクロ飛沫入らない、それは尾身さんだって区別して今までずっとここでお話しされてきてますので、飛沫は落ちるんですよ。落ちるから距離が大事という、まあいいです。それはその上でもう最後ちょっと時間ないからあれなんです、尾身理事長にもお伺いしたいというふうに思います。行動制限の緩和はですね、まあ、冬に向かうので慎重に進める必要があるというふうのは先ほど答弁がありました。またワクチン検査パッケージの検査費用も支援が必要ではないかと、これも先ほど答弁がありましたので、もう一問、3問目のところだけお伺いしますけれども、年末年始、忘年会、新年会、感染リスクが高い行事が社会的に増えていくわけですよね。で飲食の場での対策って一層必要になります。で今、その第三者の認証制度というのは各県で作られているわけですけれども、全国知事会からは、国としての明確な認定基準をですね、示してほしいと、科学的な根拠がある、自治体バラバラじゃなくてですね、全国的な基準を設けてほしいという話があるんですね。そこでですね、改めて換気対策についての知見を広く集めてほしいと思うんですね。で、換気の基準、先ほど長妻さんからアメリカの CDC 800っていう話もありました。それから換気の方法、CO2 モニターの活用、あるいは煙などを使ってですね、くまなく換気が行われているかのチェック、そして換気設備への支援、こうしたですね、科学的な裏付けを持った換気対策をですね、ぜひ分科会としても打ち出していっていただきたいというふうに思いますが、いかがでしょうか。尾身理事長。マイクロ飛沫の感染がより重要になっていることは間違いないと思いますので、私のお願いは厚生省の方も、そのことをもう科学エビデンスが、新しいのが出てくれば直すの、これ、当たり前ですから、それをやっていただければと思います。それから基準の方はですね、これ、今、線となってますけど、これ、先ほど長妻委員の方の CO2 モニターなんか、いろんなでやると、そこでだんだんと経験がつきすぎてきますから、それをもって、日本ではどうなのかというのをですね、
だんだんと検討して決めればいいと思います。そのためには CO2 モニターがいろんなところに設置されないとなかなか難しいんで、まあ、意味で実証実験的なことをやって日本のレベルというものを決めていったらいいんじゃないかと思います。宮本徹君、まあ、しっかり知見を重ねてですね、であともモニターを設置すると同時に、そのモニターを設置してもですね、まあ、広いスペースだと換気がですねできている場所できていない場所で必ず起きちゃうんですね。飲食店の形にもよってですけれども、そういうのがですねちゃんと換気がどうやればできるのかっていう、そういう細やかなですねところがですね、私はこれから2年3年この戦いが続くという話が尾身課長からもありましたけれども、非常に大事になってくるということを申し上げまして、まあ、厚生労働委員会次がなければもう終わりですので、ありますか、 あるということで、じゃあ引き続き質問していきたいと思いますけれども、質問を終わらさせていただきます。ありがとうございます。次に。